私の名前はパニコ、31歳。在宅ワークをしながら家事をこなす主婦です。サラリーマンの夫高俊は35歳。まだ子供はおらず、築40年のアパートに2人で暮らしています。決して収入は多くないのですが、それでもささやかな幸せが嬉しい日々でした。結婚してから節約を頑張っていたおかげで、少しずつ貯金も貯まってきたし、そろそろ子供でもって思っていたんですが、最近になって優しかった夫の態度が変わってきたように思うんです。あの日も私は自宅でパソコン仕事をしていたのですが、お昼過ぎ頃に突然高俊からこんな LINE が入りました。お疲れ。母さんもうそっちについてる？は？お母さん？今日来るんだっけ？今日から一緒に住むことになったから、よろぴく。は？何言ってんの？よろぴくってどういうことよ。昨日姉ちゃんから LINE が来てさ、このところ母さん体調が悪い日が多いし、足が悪くて大変だから、俺か姉ちゃんの家のどっちかで一緒に暮らしたいんだって。で、俺ん家になったから。そんな、いきなり嘘でしょ。私何も聞いてないよ。何の相談もなしにそんな大事なこと勝手に決めないで。勝手にって、お前の親じゃないんだからいいだろう。それにお前に相談なんてしたら絶対断るじゃん。急にそんなこと言われても困るよ。うちはどう考えたって無理でしょ。お金もないし部屋もないんだから。どうしてお姉さんのところじゃなくてうちなのよ。姉ちゃんの家には小さい子供がいるんだから大変だろう。とにかくうちに住まわせるしかないの。わかった？はあ？お姉さんの家は広いし、経済的にも余裕があるんだから、絶対にお姉さんの家で暮らしてもらった方がいいじゃん。うるさいな、つべこべ言うなよ。お前はずっと家で暇してるんだろ。母さんの面倒くらい見れるじゃないか。暇してるですって？私は仕事してるんだよ。しかも面倒を見るのは高俊じゃなくて私でしょ。なんで私の意見を聞かないわけ？ああ、はいはい、すいませんでした。これで満足か？じゃあ決まりな。母さん足悪いから電話入ったら駅まで迎えに行けよ。ほんじゃ、よろぴく。よろぴくって、ムカつくわ。高俊、ちょっと高俊、返事しろ。高俊はそれから LINE を未読する。間もなく義母から連絡があったので、私は仕方なく駅まで迎えに行きました。義母も義姉も二人ともとても優しい人です。だから私は別に義母との同居や介護は嫌じゃないって思ってるんです。でも狭いボロアパートなので、本当に義母のために使える部屋がありませんでしたし、高俊の給料じゃ到底やっていけないから私が在宅ワークをしてるんです。そんな状態ですから、私はいつも仲良くさせてもらっている義姉に、うちではお母さんとの同居は現状難しいと LINE で相談してみたんです。すると義姉から意外な返事が返ってきました。なんと義姉は高俊自らお母さんを預かりたいと言ってきたというのです。義姉は私も同意の上で母親を預かると高俊から聞いていたみたい。正直驚きました。高俊は私と義姉に言ってることがまるで違ったんですから。その日の夜、私は仕事から帰ってきた高俊を問い詰めました。ちょっと高俊、お姉さんから全部聞いたわよ。私も承諾の上でお母さんを預かるって、どうしてそんな嘘ついたのよ。ああ、お前ふざけんな。勝手に姉ちゃんに連絡したのかよ。マジありえねえ。ありえないのはどっちよ。お母さんを預かるから介護資金よこせって、お姉さんにお金もらってるんですって。その話も私一切聞かされてないんだけど、説明しなさいよ。そうなのです、高俊が義母を預かった目的はズバリ、義姉からお金をせびるため。高俊は金目当てで自分の母親を引き取ったことがバレると開き直ったように答えました。お前いい加減にしろよ。なんで俺がいちいちお前に言わなきゃいけないの？はあ、いいんだよ姉ちゃんは。金持ちの旦那捕まえてるんだから、俺にいくら渡しても。ねえ、お姉さんからもらったお金何に使ってんのよ。俺の小遣いに決まってんだろ。全部自分の小遣いとして使うわ。信じらんない。呆れた。最低ね。うっせえな。お前は俺の給料を勝手に使ってんだからいいだろう。俺が稼いだ金独占しやがって、偉そうに言うな。家計の管理は私に任せるって自分で言ったんでしょ。俺は金の管理が苦手だからって、そう言ったじゃない。
高俊は昔から浪費癖があったのを自分でも自覚していました。だから結婚当初に話し合って、私が家計を管理することで意見が一致したんです。少ないお小遣いでもなんとかやりくりしていたはずなのに、いつの間にか高俊は変わってしまいました。ねえ高俊、どうしちゃったのよ。最近なんか変だよ。あーもううるさい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 。明日も大阪出張で朝早いから寝る。そう言って高俊は寝室へ逃げていきました。翌日から私の介護生活がスタートしました。時々心配して連絡をしてきてくれる技師が、うちでお母さんを引き取るよと言ってくれました。でも高俊が技師からお金をもらっているので、これ以上迷惑をかけるのは気が引けるし、たらい回しにされていると義母に思わせるのはなんだかかわいそうな気がして、大丈夫だからと断りました。私に自分の母親の介護を丸投げして、休日は出かけてばかりいる高俊。そんな高俊に私は苛立ち、理不尽な言動に不満を抱き、いつしか私たち夫婦は口論が絶えなくなっていったんです。そうして1年ほど経った頃、義母が癌だと医師から宣告され、急遽入院することになりました。しかし実はこの日、もう一つ衝撃の事実が発覚したんです。それは私の妊娠3ヶ月でした。念願の我が子。言い争いも多かったけど、夫婦の愛の結晶が生まれれば高俊も昔のように優しくなってくれるかもしれない。私は期待を込めて高俊が帰ってきたら報告しようと思いました。でも子供が生まれるとなると、義母の入院や治療もあるし、お金が必要になる。そう思った私は、自分の貯金と高俊の貯金の総額が気になりだしました。そこで今ある全財産をまとめてみようと思ったんです。そして高俊の机の引き出しを開けました。そこにはしわくちゃになった大量の請求書やら領収書が入っていたのです。おそらく出張の際の交通費や宿泊費を会社に経費精算するために保管しているのでしょう。こんな大切なものをぐちゃぐちゃにしまって。そう思いながらシワを伸ばし、一枚一枚クリップで請求書をきれいにまとめていたのですが、私はとあることに気づいてしまいました。ん？沖縄？熱海？北海道？高俊の出張先はいつも大阪のはず。大阪出張に行くと私に告げていた人、領収書や請求書の日付は一致しています。でも場所が全然一致しないんです。私はもう嫌な予感しまくりだったんで、スマホで全ての領収書や請求書を撮影しました。そしてなけなしの貯金をはたいて探偵を雇いました。すると出るわ出るわ、もともとズボラな高俊ですから、不倫の尻尾はすぐに捕まえることができました。高俊が寝た後、こっそり高俊のスマホを覗いてみると、不倫相手との LINE まで削除し忘れて残っていたんです。先週の日曜日の熱海も楽しかったね。いつも交通費も宿代もご飯もタダで行けるようにしてくれてありがとう。次は沖縄がいいかな。だからまたヨロピク。それにしても会社の経費って便利だよね。ヨロピクってこの女の受け売りだったか。経費で不倫、呆れ果てて絶句しました。必ず地獄に突き落としてやる。生き地獄ってものを味わわせてやっから、楽しみにしとけよ。私はこの瞬間、復讐を心に決めました。ユミカという女と高俊の LINE のやり取りを全てスクショ。夜中に高俊のアホみたいな寝顔を見下ろしながら、しめしめと北斗縁談です。不倫相手の女は、高俊の会社の事務をしている女。既婚者で子供はいませんでした。どうやら不倫相手は高俊だけじゃないみたい。実家の親二人もクズのようで、借金まみれな上に仕事もしていないようです。面白くなってきましたよ。数日後、二人を地獄へ落とすための全てのアイテムが揃ったところで、高俊に話を切り出しました。もうこの頃には高俊への信頼も愛情も夫婦としての情も全くなくなっていましたから、どう思われようとどうでもよくなってて、私はすっかりキャラ変しちゃってたんです。おい高俊、ユミカって一体誰だ。じゃあ、ね、いきなり何なんだよ。聞かれたことに答えろ。質問してるのは私だ。パニコ、どうしたんだよ。なんかいつもと違う。聞こえなかったのか、このアホが。ユミカって誰だって聞いてんだよ。
会社の人だよ。何いきなり怒ってるんだ。ちょっと落ち着いて。私に指図すんな、この汚れ目。薄汚い。嘘をついたら社会的に再起不能にしてやるからな。正直に言え、出ないと制裁を下す。愛人です。それは浮気か？ごめんパニコ。浮気っていうか、俺本気なんだ。本気？俺もうお前のことよりユミカの方が好きなんだ。だから離婚してくれ。私は全てを調べてある。離婚はお前の有責。そしてその責任はどのようなことでもきちんと果たす。本気とはそういうことだ。分かってるよ。それでも離婚したいんだ。不倫した責任は何でも必ずきちんと取る。だから離婚してくれ。私はすでに役所から取ってきておいた記入済みの離婚届をテーブルの上に置きました。そして高俊にサインさせたんです。もちろん高俊が誓ったさっきの会話も録音済み。高俊はその日家を飛び出してから帰ってこなくなりました。不倫相手の家にも不倫の証拠を送りつけてありますから、きっとあちらも修羅場。既婚者ですから離婚と慰謝料は免れないでしょうね。私はその翌日義母に会うために病院へ行きました。私が妊娠3ヶ月であることも含め一部始終を義母に話しました。涙ぐむ私の姿を見て義母も涙を流して何度も何度も謝罪し、深々と私に頭を下げました。そしてあるものを渡されたんです。あなたに頼ってばかりで申し訳ない。でも生まれてくる孫のためにも息子の目を覚まさせてほしいと。義母が私に言ってくれた言葉とそのあるものを見て、私は高俊へさらなる報復をすることを決意しました。半年後、私が娘を出産するのを見届け義母は他界しました。高俊のやつは義母の葬儀にさえ顔を出しませんでした。いえ、出さなかったのではなく、おそらく出せなかったのでしょう。さあ本番だ。優しい義母の意志を継ぐためにも、高俊とアホな女を地獄に突き落としてやる。葬儀の数日後、高俊から LINE が来ました。おい、パニコ、どういうことだ。ちゃんと説明しろ。気安く呼ぶな、この汚れ。無事届いたみたいだな。なんだよ、養育費って。妊娠してたなんて聞いてないぞ。金が欲しいからってこんな大嘘でっち上げやがって。知らないのは貴様だけだ、この間抜け。 DNA 鑑定済みでお前の子供確定だ。ふざけるなよ、金欲しさにせこいことしやがって。不倫相手と遊ぶ金が欲しくて、自分の母親と姉を利用してたクズに言われたくない。うるさい。他人のお前につべこべ言われる筋合いはない。お母さんは私に託した遺言書で、息子に一切財産は渡さないと書いてあったのも見ただろ。お前はもうおしまいなんだよ。なんだと？知ってるぞ。相手の女のことも、お前の現状も、置かれている立場のことも。舐めやがって。うまくいくはずだったのに。貴様は本当にクズの極みだな。とにかく20年分の養育費はまとめてきっちり払わせる。それからお母さんの葬儀代、お姉さんから不正に搾取した介護資金、離婚の慰謝料と合わせて請求させてもらうことにしたから覚えとけ。俺の安月給で慰謝料と養育費両方支払うなんて無理なのはお前が一番よくわかってるだろう。無理なもんは無理だ。そうか、では制裁を下す。何すんだよ。女とグルになって経費を私的利用していたこと。会社に全部バラす。やめろ。お前、俺は母さんの財産ももらえない上に慰謝料と養育費請求されてるんだぞ。その上職を失ったらどうやって生きていけって言うんだ。女を夜の世界に落とせばいいだろう。そんな、お願いだよ。会社にできれば言わないでくれ。仕事がなくなったら俺は。こちらの弁護士から提示された合計金額1500万を支払え。必ず何とかしろ。方法はいくらでもある。給料の前借りを可能な限りしろ。早期退職を願い出て退職金をもらえ。アルバイトを掛け持ちしろ。足りない分は女に体で用意させるか、お前が借金をしろ。でないと。わかった、わかったから。俺
手が悪かった。ちゃんと払うよ。慰謝料と養育費もちゃんと払う。姉ちゃんにも金返すし、葬儀代も払う。だから会社に報告するのだけは。来週までに全額支払え。さもないと。分かってるって、分かってるよ。高俊はビビって、本当に1500万を翌週までに用意してきました。でも、実はまだまだ復讐は終わりじゃないんです。しばらくすると、また高俊から慌てたように電話がありました。助けてくれ、パニコ。金貸してくれよ。調子はどうだ？本気の相手との生活は蜜の味だろ？あの女、借金があったんだ。実家も借金だらけで、結婚して俺が夫になったから、俺にまで借金取りが来て追いかけられて。お前終わったな。ま、本気なんだからそのくらいなんてことはないだろ。しかもあの女、俺に借金を背負わせて逃げやがった。俺以外にもいたんだ、いくらでもアホな金づるの男が。なあ、俺どうしたらいいかな。食い物と寝る場所に困っているんだな。そうなんだ。ハニコ、分かってくれるのか。なあ、前みたいに俺たちまた一緒に。では提供してやろう。食い物と寝る場所に困らない生活を。本当か。パニコ、俺すまなかった。ありがとうパニコ。楽しみに待っているんだな、これからの生活を。私はそう言って電話を切ると、高俊が退職金をもらうために早期退職した会社に電話をしました。そして証拠とともにバラしてやったんです、高俊とアホ女が経費で詐欺をしていたことをね。もちろん二人は警察に捕まることとなりました。ほらね、提供してやりましたよ、食い物と寝る場所に困らない生活を。いっしし。私はお姉さんと娘のパニミと一緒にお母さんのお墓の前で手を合わせています。終わりました、何もかも。お母さんのために今後はせめて真面目に働いてくれるといいですね。その後私はというと、実家で家族に支えてもらいながら育児に仕事に充実した毎日を送っています。在宅ワークをコツコツ続けていたおかげで、今では離婚前の高俊の月給の倍以上稼げるようになりました。来年度には娘のパニミも幼稚園生。この幸せをしっかり守れる強いママであり続けられるよう頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。